こんにちは、ゆうです。バズドラのおさんです。はい、今日無課金サブサブだから闇属性縛り長老をやっていきたいと思います。今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日やっていきたいのはですね、おかわりスパイファミリーコラボガチャというか、ごめんなさい、音が切れてしまいました。今ちょっとおかわりスパイファミリーコラボガチャということでね、はい、ちょっとね引いていきたいんですよ。ちょっと狙いがね、夜さんもう一体欲しい。前回の動画で、ヨルさんの武器がめっちゃ強かったんで、やっぱ自分でも欲しいのと、あと、ユーリオンアイス、ユーリオンブライアン、狙って引いていきたいと思います。何だっけ？挙式。紫。はい。で、やってみたかっただけなんですけどね。はい。はい、ユーザー情報、購入履歴、無料配分109個です。それで、まあ、1回ですね。スパイファミリー。噛み締めていきましょうか。はい、めちゃめちゃ疲れております。今でも腹から声出したら賃貸なんで迷惑なんで、腹からは実際に声は出しませんが、何だっけ、なんとか家やね、これダミアン・デズモンド、あ、いや、デズモンド家の、はい、家訓や、紋章やったかな。さあ、くそ、いやー、もうちょっとね、ほんまにね、優秀なね、闇属性キャラ、もうスーパーゴッドフェス、さっきね、ちょっとちらっとね、ツイッター見たらスーパーゴッドフェスが来るみたいなんですけど、スーパーゴッドフェスはね、いつでも来るじゃないですか。ちょっとね、サクサク引いてるけど、心に来るものがあるよ、無課金にとっては。でもほんまに、夜さんの武器だけは多分ね、この先ね、代用がね、効かないと思うんで、よし、まあありでしょ、ありでしょ、ありでしょ、全然ありでしょ。夜&ユーリ、どっちか片っぽが良かったな。バラの花束ね、しようかな。最近ね、そのボンドさんとか、はい、来られてるんで、はい、こちらにね、はい、このボックスに、はい。いやー、きついなー、あーにゃ、かわいい。はい、かわいいよ。そうだ。いきます。はい、夜さん欲しいな、夜さん、まあ夜さん狙いやったらね、もう全部もう突っ込んでいいかなと思ってるんですよ。実際スパイファミリーはあんまり知らないですが、でも早見沙織さんね、お声なんで、これ芝居ね、まるで初体操ってやつだ。学長、我ながらエレガント、エレガントに、じゃあ夜さん引こう。よし、持ってなかったかな、持ってないね。どんな武器やったっけ。フランキーのメガネ。なんかメガネって全部暗闇ですよね。あと長いね。よし、もう109個あったのにさ、どうしようかな、ほんま。よし、来た、この感じで来たんちゃう。もう全集中で見守るよ。よし、よし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 、ヨルさんの武器が、はいはいはい、じゃああとユーリオンアイス狙ってちょっとね、もう全突破しようか。もうこの際闇属性強キャラ確保しときたいもんね、自分で。ユーリオンアイスはちなみになんかフィギュアスケートのアニメやったかな。暗殺道具でいけるやん、やったね。よし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 、あ、どうかいか。いやー、5連続でちょっと回せんな。ユーリオンアイスが出たらちょっとほんまにあれなんで。よお、あー、何や、何、固まったと思った。あ、フランキーね。あいつ、お気にしとこうか、一旦。よし。はい。じゃあ、ユーリ欲しいな。よし、来た、これはユーリやろ。さすがにユーリの流れですよね、これも。やろうと思ったらボックスパンパンでした。ちょっと整理していきます。はい、ボックス開けてきました。それでは残り
4回か7進23回か、はい、弾いていきたいと思います。はい、そそそクション、エレガント、我ながらエレガント、ナイスエレガント。あと2回ちょっと、もうここからはもう弾かんどうかなと思ってるんですよ、スパイファミリー。これの意思だけはまあ全突破しようかなと思ってたんで、この子の家柄が分からん、デズモンド家か、それだ、ラスト1回、さあユーリを狙い撃つぜ。はいはい、あ、なったユーリはフレンドさんに借りるか。それでは結果見ていきましょう。はい、こんな感じでしたね。ベズモンド家から始まり、ユーリオンアイスじゃなくてユーリとヨルさんから始まり、ヨルさん2体ゲットに、はい、スーキーの人を1体、はい、まあでもヨルさん確保できたんでかいかな、はい、よく言えばあとウェイドさんも行ってほしかったんで、まあでもさすがにね、もうちょっと新しいガチャもそろそろ来そうなんで、この辺にしとこうかな。もうスパイファミリーはこんなアカウントは、はい、それではここら辺で今回このお開きにしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。もしこの動画が良かったよっていう方はチャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。はい、あとね、概要欄にいろいろグッズ販売やメンバーシップとかのあるんで、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは私、お相手ゆうでした。